水酒造株式会社は、新潟県柴田市に本社のある日本酒の製造・販売を行う企業である。1972年、日本で初めて管理理制原酒、船口菊水一番絞りの商品化に成功。会社設立50周年を機に、日本酒の文化や楽しみ方の研究開発を行う、菊水日本酒文化研究所を設立し、良いものづくりと合わせ、 日本酒を面白くすることづくりに全力を注ぐ。近年は輸出の拡大により、米国現地法人を創設したほか、16国で作った麹甘酒や乳酸菌発酵酒カスなどの食品生産施設を完備するなど、持続する蔵に向け革新を続けている。柴田氏中蔵に酒造造を借りての創業開始であった第38。 瑠生聖主題4万3996号、高沢大輔、菊水酒造、日本醸造協会誌、第86巻第10号、日本醸造協会、1991年、782ページ、土井、10.6013、ヤブル破りシュジャパン1988.86、1988. 782、菊水少子、菊水少子菊水で死因、購入、 見学ができるようになりました。菊水酒造ホームページ2019年4月11日閲覧ポール・ギルバート公式ページよりありがとうございます。